原チャンネルです。今日は那須の王様って、県北の王様って、王様って王様の星野さんに多目的トレーラー、なんで緊張してるんですか？いやを買っていただきました。じゃあいろいろ紹介したいと思います。じゃあ星野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。この多目的トレーラー、はい、ちなみにこれ何に使う？仕事で使います。これ なんかこれすごいあのポロとかキャリアついてますけど、ここにいろいろ機材を入れて仕事をします。所さんのお仕事言っちゃっていいんですか？これいいです。あ、大丈夫ですか？お仕事が測量会社です。あ、いろいろ機材が乗って材料が乗って、こうおしゃれに仕事の道具を運ぶっていいですよね。いいです、はいはい、でも趣味でも使えますね。趣味でも使えます。テントをつければキャンプもできます。そうですね。だって所さん自作で屋台作っちゃいますまあちょっと風で飛ばされたっていう経験も。それはあの星野さんの Facebook 見てます、はい、あと YouTube も星野さんやってますよね。大丈夫ですか？公表しちゃって大丈夫です、はい、星野さん的にのブラストトレイルのこれ T33 でしたっけ、はい、これ気に入ったところとかなんかおすすめっていうか。気に入ったところは大きさですね、はい、大きさと取り回しが取りやすいんで、はいはいはい、便利だと思います、はいはいはい。これ長距離ではそうですね、引っ張ってる車がフォレスター。フォレスターですね。まあ半自動運転って言っちゃ、半自動って言ったらまずいですけど、半自動運転、そうですよね、はい、だから楽ですよね、はい、でもちなみにホロついてるんでやっぱりそうですね、機材も濡れずに運べます。はい、でも一番現場的には遠い時はやっぱり結構、一番最初の現場は神戸に行くよ。神戸、そう考えるとやっぱり乗用車で移動できた方がいいですよね、はい、そうですね。所さんはそうですね、 LV350 も、はい、そうですね、はい、それよりは全然便利ですよね、はい、でも私はどうしても気になっちゃうのはこのフォレスターのボディカラーなんですけどトレーラーの紹介ではちょっとフォレスターでもこれおしゃれですよね。こうそうですね、一番この色が特殊車両じゃない、特別仕様だったんで、はいはいはい、一応してみます。おしゃれですね。はい。所さん的にそうですね、仕事も趣味でも両方使えるトレーラー。両方使えるトレーラー。はい。ちなみに仕事では神戸、あ、趣味でなんか使いたいっていう。趣味ではバイクも乗るんで、バイクは乗せられないな。これには直帰ですね。はい、ちょっとバイクで行くときに何か別、まあそうですね、はいはい、荷物を乗せたり、はい、そうですね。意外と作りが、まあね、これなかなかトレーラーの後ろ側ってあんまり見る人いないでしょうから。ライトもそうですね。これシャーバット、シャーバットですね。これついてないとトレーラーダメなんで、そうです、前から来た人、結局車の前の車幅とみたいなもんですね、はい、このフォロも高かったんですよね。高いですね。そうですね、はいはい、これつけるのが大変なんですけど、2桁いきますね。そうですね これタイヤも足は結構おしゃれ、普通、そうですね、普通なんか鉄ホイールで、普通軽トラックのタイヤとホイールみたいなんですけど、いや、おしゃれですね。一応ね、こうサイドブレーキが車自体についてないんで、このチェーンを、はい、取れるんですけど、このチェーンをここにかけてサイドブレーキっていう感じですね。はい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 、そうです。だからどっかに長期止めるときは、はいはい、まあ一番輪止めした方がいいんですよ。輪止めプラスチェーンで固定、はい、いいですね。ちなみにこの所さん、トレーラー引っ張って運転ってはまだ一度もしたことないです。じゃあこれ今週はちょっとこのトレーラーを紹介で終わるんですけど、じゃあ次週はいよいよ星野さん駐車場に止めるっていう頑張ります、はい、ね、まあ、あとね、星野さん気になったこのトレーラーの連結部の型ですよね、はい、これちょっと星野さんが気になってたこれですね。そうですね、これあのガタピシロックとか防止のがあるんで、まあ、どうしても低速で段差超えると結構ガタガタ音するかもしれないですね。
じゃあいよいよトレーラーのドライブに行きたいと思うんですけど、はい、じゃあ今週はこの辺で、はいはい、じゃあまたよろしくお願いします、はい、じゃあさわらチャンネル登録と星野さんのチャンネルは何でしたっけ YouTube、まあ、ちょっと名前は忘れちゃった忘れちゃったじゃあ星野さんの YouTube の URL は私ここ後で入れておきます。はい、はい、じゃあ星野さんの YouTube チャンネルを見てください、はい、今ちょっと仕事の硬い感じだからふざけた感じになりますね、このだんだんそうです、はいはい、ふざけた感じの失礼ですけど、はい、じゃあチャンネル登録いいねよろしくお願いします。じゃあまた来週お願いします。はい、バイバイ。はい、星野さんありがとうございました。来週はいよいよドライブです。じゃあねー、あらチャンネルよろしくね。